すればいいの？あっち？あっち？あ、もうあっちなんだ。始まりました。こんばんはー、どうもー。2月8日金曜日キャッチライブ静岡始まりました。今日の司会のジョニー松岡でございます。よろしくお願いしまーす。お願いします。はい、そして自己紹介を。はい、私から、ハワイアロハタロットの矢加部香織と言います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、手作りハワイアン雑貨マハロ阿部と言います。よろしくお願いします。ね、みんなちょっと見えてる？これちょっとハワイの風を感じてる？これ見えるのかな？見えてない。こうなんかね、いっぱいあるの。こういっぱいあるの、ね、じゃあ順番にいろいろ聞いていきたいなって言われなんですけど、ハワイアン雑貨手作りでされてるってことなんで、はい、こういうのをこう全部手作りでされてるってことなんですよね。はいはい、あ、なるほどね。ちなみに、はい、なんでハワイアンなんですか？ハワイが好きっていうことと、はあ、まあ家族でハワイに遊びに行った時に、こういう可愛い生地を偶然見つけて、うんうん、買ってきたのが、まあ、きっかけなんですけど。なるほどね。もともと自分でこういうものをちょっと作ってたりとかはされてたりしたんですか？してなかったです。あ、してなかったんですか？はい、でもこうハワイで可愛い生地見つけて、あ、これ何か作りたいなと思って始めるようになったってことなんですか？初めは作りたいんじゃなくて、あ、可愛いと思って買ってきて、ちょっとこういうテーブルにかけたりとか、そういうのに使ってたんだけど、まあ、子供が幼稚園に入る頃になると、うん、やっぱこう手提げとか巾着を作るようになって、うんうんうん、そしたらハワイの生地で作ったら可愛いかなっていうところで、ね、はいはいはい、はい、それがきっかけかな。なるほどね。うん、それでハワイに行くたんびにいろんな生地を探すようになって、なるほど、今ではいろんなものを作るようになったと。うん、はい、だからこう結構ね、目にするというかハワイアンな生地って少し目にされる方も今は多くなってきたんじゃないのかなっていう感じはするんですけど、そうですね、ハワイっていうのはその特有の柄とか、そういう生地とかが有名なんですか？僕ね、布のこととかも全然わかんないんですけど。ちょっと有名なのかわからないんだけど、なんか日本にはない、この色使いとか、カラフルな感じとかが、すごく、こう、見てて元気をもらえるというか、なんか持ってたら楽しいとか。だって、日本人のセンスじゃないですよね。こうね、感じがね、こう、かわいい。ほら、ね、かわいい、そう、かわいい、ね、ちょっとね、ちょっとほとばしるそっち系の香りがしますでしょ、僕ね、もうね、ジムしてるんですよ。そうなんじゃないのかなっていう感じがね、するんですけど。でもこういう小物入れ、あ、でもこれはね、中開けてもらえると、これ御朱印が入る、御朱印帳が入る。おー、御朱印帳。このギャップ、ね、すごくない？そう、それからです。へぇ、これ面白い。そうなんです。裏もね、こういうバスケットの生地なのね、はい、なのねとかいうのが出ちゃうの、ね、これね、あれなんですよ。僕のね、父とか母とかが見てるから、後でね、ダイレクトでダメ出しされるんですよ。言葉遣い気をつけなさいって言われるから。いや、あれなんですけど。はい、なるほど。ちなみにお店はどちらで？お店はないんですけど、あのネットショップ、ヤフーショッピングと、あといろんなイベントに、なるほど、はい、出店しています。マハロさん、はい、あ、なるほどね、はい、でもこうあれですよね、まあ、ちょっと今日なんかもちょっとね、曇りだったりとか雨だったりとかする時でも、こうちょっとこういうのがあると気分が変わりますもんね、やっぱりね。そうですね、ちょっとこういつも持ってるバッグの中に、うん、こういうポーチだとか、うん、こう入ってるとちょっとこう楽しいかな、うん、ちょっとウキウキするかなって。わかる。あ、わかる。わかる。そう、なんかそういうのって大切ですよね。そうですね。やっぱりね。そう。こ
これすごいんですよ。え、何ですかこれは。見てください。え、何これすごいと思うんです。え？わかる？これなんかすごい小分けされてる。これ、うん、縦にカードが入るんですよ。え？ポイントカードとかカード入れになるんですよ。本当に？ぜひ入れてみてください。だってこれ見て、こんなにちっちゃいんだよ。入れてみる。名刺も入ります。例えば縦に入れます。それで何枚？すごいすごくない？1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17個、はい、17口ある。ほらこうやって重ねられるのでその倍入ったりするので。へえ、これすごい。最近はこれがよく、うん、はい、人気で。これ私今日買って帰ろうと。もう狙ってるんですね。はい、あ、なるほど。お求めの方、これ以外のを買ってください。ほら、こうやって見える？可愛いの。こうやって。ほら、ね。ありがとうございます。いいね、はい、それいい。こう大切ね、センスって大事ですよね。センスいいですか、うん、そうやっぱりこう本当にこういう小物で何かこう自分が気に入ったものとか大好きなものを持ってたりとか、そういうのがこうカバンから出てきてこうあれだったりとか、うん、ね、あとはこう誰かが食いついてくれたりとかすると、うん、すごい嬉しいですよね。うん、そうですね。男性ってないんですよ、なかなか。うーん、なんか、なんていうんですか、あ、そのネクタイかっこいいねとか、あ、いい腕時計してんじゃんみたいな話ってあまりないわけですよ。あ、そうですね。男ってこう見ても、あ、なんかかっこいいのしてるな、あれしてるなって、あまり言わないんで、僕なんかすぐ言っちゃうんでね。あれなんですけど、そう。だから、いつもね、あっちゃん今日も可愛いとかすぐ言っちゃうんですけど、そう。そう。もっと言った方がいいですよね。なんか ね、 そうですね、共感した方がいい。あ、いいなと思うのものは普通にいいなって言った方がいいし、なんか、え、それどこで売ってんのとか、それ何なのとか聞くと、またこう話が広がるから、すごいいいなと思うんですけど。そうですね。だから女性はすごい羨ましい。本当に。こう素でできるから。男ってなかなかしないね、花ちゃんね。しないですね。そう。男性します？男性しますが、ね、こういうこと言って、女性の視聴者ばっかり、ね、あれになっちゃうんですけど。ね、あとは、去年、オリジナルで、うん、T シャツを今日作って、ちょっと、矢田部さんが今日来て、いらっしゃる。かわいい。この、女の子のデザインとかも、こう、書いたりするんですか？このデザインは、実は私の娘が、これを。へー、はい、かわいい。絵心あるっていいなぁ。僕もひどいんでね、絵心のなさが。でそれであの T シャツを作りたいってことで、はい、敦子さんに、はい、なあ、お願いして。なるほどね、はい。作っていただきました。そういうことなんだ。はい、へえ。なんか他にもなんかこんな、あ、これがこれなのね。あ、そうですね。これ、はい、これなのね。はい、これほらさっき見せたこのカード入れっていうか。これ男の人にもいいかもしれない。あ、かもしれない。はい、はい、これお金貯まるポーチ。そうだそうだ。お金が貯まるポーチ。これは、ね、昨日に作ったばっかりのちょっとこう珍しい柄のドル柄のポーチですね。お財布代わりにもこういう、はい、なる。あ、うちの営業終わったら売上金とか入れて入金が出るから増えるかな。ぜひぜひ。へー、あ、こういういっぱい口がついたのとかもあるんだね。はい、へー、そうだからあれですよね、こうあの男性はもちろん持ってないからあれですけど、お化粧道具とか入れたりとか、うん、まあ男ってあんまりカバンの中をこう小分けにして入れるってことはあまりないですけど、やっぱり女性ってしますしね。そうですね、そういうことってあるからあれですよね、うん、こういうものがあるとやっぱりいいな。そうですね。でもこれも男性の方も最近はちょっと、はい、買ってくれたりとかして。へー、うん、なるほどね、はい、でもこれすごい、
本当にだってこれこの大きさね、わかる？みんなこの大きさはこの大きさにカードが入るね、これこの大きさにね、すごいすごい、よく考えたな。そう、みんなね、これ何入れるんですかって、うん、これ多分開いてこうなんかこう見せてる方がキャッチーでいいかもしれないですよ ね、何これみたいな。はー、でも確かに小スペースだしね、カバンの中では がさばらないというか、はい、場所取らないっていうのがいいですよね、はい、そうですね、このカバンもすごいんですよとか言って私もかよこさんの商品のファンなので開けるとバカッとバカッと、あーなるほどねなるほど、わかる、こういう形なわけ、こういう形なわけ、ね、間違えるんだけど、これチャックを開くとさってほら、わかる、すごい、この口の広さね、超いっぱい入る、こう開くと思ったでしょ、みんなこう開くのね、そういうことだよね、そういうことです、すごいいっぱい入るんですよ、なるほど、ちゃんとあの長財布が入るように、はい、なるほどね、大きさも、はい、お医者カバンのね、うん、原理ですね。あ、そうね、はい、ここにこう金具が入ってるからこうなってくれるのね、ちゃんとね形がね、はい、ここに金具が入ってるの、そう、その大きいのがここに後ろにある大きい版がバンド全然見てなかったっけこっちですね、はい、あ、これまた可愛い、ほらまだマフラーも言ってないんですよ私そう、ちょっとね早く話を変えなさいって言われるけど、いやでもいろいろ知りたいよね、ほらこのぐらいのサイズね、このぐらいのサイズ、あーなるほどね、あの口が広く開く一泊ぐらいなら、はい、あ、旅行にも、うん、全然、はい、あー、なるほどね、へー、すごい手作りでこういうのが作れるっていうのが。もう一個、これすっごいあったかいんですよ。待って、なんでいっぱい喋る？これ超あったかいんです。しかも、見て。でも、でも、買ってもいい。ここにこういうロゴ入ってる。可愛くない？こういうの。ね。ありがとうございます。へー。もうこんなに褒めていただいて、ありがとうございます。ふわふわで。あ、これはこういう風にやってこうやってこうするものとかね、いやでもこれあれでしょ、こっから上とこっから下があまり合ってなくてね、自然極まりない感じになっちゃってる、雪国の子いるよ、でも顔はちょっと南国系だからね、ちょっと合わないなるほど、あ、乱入してきたよ。え、まだダメ？いいよ。いい？乱入じゃん。ネバニアンのどこ？ここ。ここ。これとお届けに来ました。まだ出したくないよ。お届けに来ました。素晴らしい。じゃあ。あら。どうですか？いろんなこういうハワイアンなこう雑貨を作る、これは何ですか？それはあのポケットがない服とかおズボンにここにパチンとつけて、はい、よくあの小学生の子が、はい、ハンカチとティッシュを入れて入るよということなんですね、はいはい、なるほど、お母さんならではの視点がこう多いですね、女性とかね、やっぱりね、あとはなんかあのこんなものを作ってほしいとか、うん、そういうリクエストがあれば、うん、あのはい、頑張って作っています、リクエストに答えてくれるって、ね、なるほどね、さあということで、はい、話は香里さんの方になるべくこっちで尺を取ってもらおうと思ったんだけど、あ、だからいろいろ言ってたんだ、いやでももうギャンギャンに絡んだけどって言ってもまた佳代子さんの方に話も戻りますからね、油断じゃない、僕はいつでも行きますから、ハワイアンタルトタロット、はい、ハワイアンアロハタロット、はい、タロットってあのあれですよね、あの
カードの占いするタロットですよね。もともとは、だってでもヨーロッパのみたいな、ヨーロッパだって言われてたり、あとはなんかインドの方とか言われてたり、いろいろ諸説あるようですが、ね、はい、ハワイアンならでは、なんかタロットのイメージってなんか何でしたっけ、こう一枚引いて、これ死神が上向きで出ましたとか、これが下向きで出たからこうみたいな、なんかこうイメージね、こう男性ってあんまりこうあれなんですけど、怖いイメージなんだよね。だけどハワイアンっていうとこうやっぱりこういう風にね、こうなんかちょっと明るい感じっていうかイメージなんですけど、ハワイアンタロットとは何でございますか？アロハタロットとは、あのタロットカード、普通のそのちょっと、あの死神とか出たり運命の輪とかのと同じ構成は一緒なんですけど、それがあの世界がハワイアンになっているので、絵があの怖くない怖くない、すごくね、綺麗な可愛いのが、そんな風に可愛い、結構ね、近づかないとね、はい、こんな感じだったり、まあ、ハワイのクジラさんがいたり、ほらちょっと螺旋感あるね、あとは鳥が出てきたり、これっていうのが出てこないです、どっちかっていうとこれが可愛い、手書きな、手書きなイラスト感っていうの、そうなんですよ、あの水彩画で全部描かれているので、ね、この優しい感じ、怖くないのがすごい、タッチの優しい、このなんていうの、このいいところ、なんていうのかな、こうあの工業的に作られた感がないっていうの、そうですね、なんかこう本当に手書きな感じというか、あれだから温かみがすごいあるんですね、やっぱりね、一枚一枚手書きで書かれてます。なんかその他の、僕タロットのこととかは自体はあまり知らないんであれなんですけど、はい、他のタロットと比べてハワイアンはこう、まあ、この絵のタッチがってことがあったりするんですけど、なんか他に違いとかってあったりするんですか、なんかこういう特徴があるよとか。はい、よくぞ聞いていただきましたね。これはですね、多分みんなが知りたいことですから、僕も知りたいことですけど、はい、あの普通はタロットカードは占いだけにしか使わないんですけど、うん、このハワイアロハタロットはなんと3つも使い道がありまして、あのオラクル引きって言って、あのおみくじ引き、最近はなんかエンジェルカードとか、うん、それ結構いっぱいいろんな種類が出てますけど、うん、今日のなんかこう1枚とかおみくじ引きができるのと、うんうんうん、あとはセラピーって自分の心とかをこのカードで出せる、うん、と、あとは占いもできるので、一つ持ってれば三つ使えるっていうのが、結構世界初めて、その一個あれば三個できるっていうのは世界で初めてなんだそうです。なるほどね、はい、一枚で使ったり複数枚で使ったり、使ったり、はい、え、その今日の1枚、おみくじ引きは簡単に一番簡単にできるので、私の、はい、今日の1枚、私と見てる皆さんの1枚を私が代表して引くと、そう、見てる皆さんにはちょっと占いで聞かないと聞けないので、でも今日 の, あの、ね、ジョニーさんの1枚はさっと引けるので、なるほど、ね、よ、ちょっとすみません、ここで左手で、あの左手はあの右脳につながっているので直感が働きやすいので、左手で人差し指でこれっていうのを1枚選んでください。じゃあこれ、これですね。はい。はい、では、あ、お金のお金のカードが出ました。みんな見える？これちゃんと見える？これ。今日は儲かる的な。これマイクがあるからそっち行けないわ、うんうん、見える見える、これお金の、お金、はい、お金のカード、ね、一瞬見たらね、これパイナップルかと思ったんです。ああ、黄色いからですよね、ね、なんかお父さんパイナップルもらってんじゃない、パイナップル取れたよみたいな、お金です、お金、そうです、お金のカードなので今日はもう金運がいい、あ、はい、すごい、へえ、はい、あ、そうなの、はー、僕のお金はすごい有り余ってるんで、あ、嘘です。じゃあいただこうか、人にじゃああげる方かもしれないですね。このお父さんの方かも、いや違くてさ、ほらだってあれじゃんね、今日はあのお金のカードが出たから金運がすごいいいですよとか、うちのお店すごい儲かりますよなんて言ったら、
めちゃくちゃやらしい人じゃないですか。しかも今日の週末のね、こんな時間に僕は働いてなくて、お店は今めちゃくちゃ忙しいのに、いや、すごい儲かってますみたいになったらね、あれだから、ちょっとふざけてお金はたくさん持ってますとか、お金ね、持ってる人こんな財布使わないですよ、ね。へー、なるほど、お金。あともう一つの意味は、あの、基本のルールを守りましょうっていう意味。なんですね、基本それってさ、基本のルールを守りましょうってことは、はい、反対返すと基本的なルールを守ってないやつだから気をつけましょうってことってことでしょ。あ、まあ、そうですね、守ろうねって言ってる、はい、守れてないから守ろうねっていうことだね、はい、守ろうねって言ってる。あ、なるほど。基本的なルール守れない人なんですよ、僕。あ、そうですか。だって本当にね、これあったの20分ぐらい前にあったんですよ。で、このハワイアンの雑貨とかタロットのことは僕も全く知らないから、打ち合わせなしで聞かないで始めましょうっていうのがあれだったんで、これ本当にアドリブぶっつけ本番で聞いてるんですよ。本当にね、ルールが守れないじゃないですか、これ。普通はね、みんなちゃんと前に来てあれなんですけど、僕6時からの配信で50分ぐらいじゃないですか、来たの。もうそんな感じなんですよ。ちゃんとルールが守れない人。守ってねって言ってました。守ってね。あ、なるほどね。それは香里さんの思いがこれ見たんですよ。いやいやいや、ね、選んだのは僕ですから。選んだのは僕だからね。はい、なるほどね、はい。え、でも見てる方のさっきなんかあれもできますみたいな。はい。その今見てる方に、うん、あの、今必要なメッセージを、あの、くださいって言うとカードさんが出してくれるので、じゃあ、どういうこと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 。これはね、あの、今のはおみくじ引きなんです。今度は占いで、うん、あの、天にメッセージをくださいって頼むとカードで出ますので、うん、はい、見てる方に共通して、見てる人、あ、見てる人が今、はい、チャットで何か入れるってこと。違うよね。え、あ、じゃあ次いる。あ、いえいえ、私が、あの、今見てる方に今必要なメッセージをくださいって、あの、カードに聞くと、私が、あの、私がというかカードで出るので、うん、おー、はい、ちょっと今後のキャッチライブ静岡の運勢を担うようなものになるような、ね、ライブで占いを、させていただきます。これまさかのお金が出たらどうしよう。では今、あの、見てる方に必要なメッセージをもらいたいと思います。緊張して、これ何が出るか、はい、結構ね、巻き合わせがすごいですね。あ、切り替わった、切り替わった。まあ、ドキ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 、よいしょ。はい、ってこれ、はい、お、お、お、もうなんかかっこいいな。これは、あの、戦いのカードが出ました。はいはい、はい、あの、戦いのカード、はい。今テレビというか、これを見てらっしゃる方に必要なメッセージは、うんうん、目標に向かってもうなんかこう進みましょう。あ、はい、なるほど。目標を定めて進もうというメッセージが出ています。なるほどね、はい。まあ、ちょうどね、3連休だし、あれだから、あれですよね、こうなんかプライベートで新しいこと始めようとか、なんかしようとかね、いうきっかけにもなりやすいでしょうし、3連休だからね、ね、月曜日はお休みだけど、うん、火曜日からは新しく、また気持ち切り替えて仕事はこうだな、みたいな。いいタイミングですな。そうですね。素晴らしい、素晴らしい能力者ですね。闇雲に進むというよりは、ここに向かって進もうっていうふうにして、結構心を強くして進む。明確なね、すごい、はい、カードが。明確な方向を見てるわけですな。そうですね、そこに向かって槍を投げるっていう感じで、はい、結構赤いので、ね、情熱的なカードでございます。ちょっとさっきのなんで俺これ出なかったどっちかっていうと俺の方じゃなかったかな。そんなことないのかな。お金でした。お金でした ね、 これ。 ね、でもいいの出ましたね、こうやってね、はい、いいのが出ました。でも本当にこうなんか絵のタッチがこう柔らかいから、こうなんか
出るとなんか嬉しいですね。そうですね。ういうね、はい。結構ドキッとした方がいるかもしれない。なるほどね。かおりさんはこのハワイアンアロハタロットはどちらでされてるんですか？私も特にここでっていうのがなくてですね、うんうん、リクエストをいただいたら鑑定に行ったり、あとイベントに出たりしています。なるほどね、はい、イベントで清水静岡のイベントではちょいちょいちょこちょこ出てますよ、はい、そうですね、はい、はあ、なるほどなるほど。2人の関係は、あ、かよこさんの商品が香織さんが好きでみたいなので出会ったんですか？いや、そういうことではなくて、話せば長いこと。大丈夫です。大丈夫。あと5分って出されてるけど、じゃあ、かいつまんで。イベントに、私、結婚して静岡に、行ったんですけど、うん、3年前に私が今の旦那さんのご両親に挨拶に静岡に来た時に、うん、私のアロハタロットの先生が静岡のイベントに出ていて、うん、これはこのタイミングで先生がいるならぜひ行こうと思って行ったところに、うんうん、イベントで私が出店が出てらっしゃって、ね、そこで初めて、ね、はい、お会いして。なるほど、ハワイの何か結びつけてくれたんですね。そうですね、なんかもう話せば本当に長い、その前から私はかいこさんのことは知っていたんですけど、うん、っていうのもこのカードを入れる巾着をちょっと今日持ってこなかったんですけど、うん、私がこのアロハタと出会ってカードを買った時に巾着がついてきて、うん、それを作ったのが阿部かよこさん。なるほどね。はー、なるほど。人と人とはどこでつながるか分かりませんが。分からないですね。あ、これですね。今出てますな。あ、それイベントで、ね。イベントで、ね、一緒に、はい。なるほど、なるほど。ハワイアンタロット。10分500円。安い。イベント価格ですね、それは。はい、ね。イベントだと結構お得に占えます。あ、なるほどね。アロハなのね。はい、アロハ。あ、なるほど。僕ね、ハワイで行ったことないんですよ。でも、めちゃくちゃいいらしいですね。いいですよ、ハワイ。行ったらまた次行きたくなります。へぇー。私も最近行ってないので、もうそろそろ行きたいんです。はぁ。もううずうずしてるんですね。はい。はぁー。でもそういうところってあるじゃん、思い出のところとか大好きなところってね、あるんでね。だからあれですよね、こうなんかハワイに行きたいなーなんていうふうに思ってる人とかは、かよこさんとかにアクセスしても面白いかもしれないですね。どっかおすすめありますかみたいなね。いやー、もう最近行ってないので、あともう一個宣伝して、はい、もういいですか、はい、あと5分って言ってたのでこのアロハタロットが自分で簡単な占いができるようになっちゃう講座を、はあ、私時々開催しています。なるほど。で、第3時間で大体アロハタロットが自分で使えるようになっちゃうっていう面白い講座なので、リクエストで開催させていただいているので。どこに、ここにってあるの？あ、これ、かおりさんのハワイアンアロハタロットの出てないよ。もうちょい、あ、これハワイアンアロハタロット、あ、すごい可愛い文字使ってるわ。わって言っちゃったね。メール、電話、それからフェイスブックでありますからね。ここに出るんです、ね、ぜひぜひアクセスしていいですね。こういうのがあるとね、こうなんか、うん、こうプロになりたいとかそういうことじゃなくても、こうなんかお友達が集まった時とかのね、うん、一つのコミュニケーションのツールとしてもすごいあれだね。あ、なんか俺こういうカード出したかったなんか商売柄的に これ何のカードなんですか？これはごちそうのカード。やっぱ食のカードですね。ごちそう屋だからうちはね、とかこういうのとか出したかった。あ、それも爆発だみたいなへえ、すごい楽しいこれ。なるほどね。あ、マハロさんの手作りハワイアン雑貨、 ありがとうございます。ヤフーショッピングにて販売中でございますんで、マハロMAHALO で検索していただければ出ますよと。でこういう感じでやってますんでね、ぜひぜひ皆さんご興味ある方は、
アクセスしていただければなと思います。はい、てな感じで、はい、チョコバナナですか。チョコバナナ、あ、チョコバナナ、チョコバナナ食べながら、じゃあのリングラの、あ、なるほどね、はい、ぜひ、あ、いい、ま、どうぞ、ありがとうございます、いいですか、いいですか、いただいて、どうぞ、やったー、すいません、いただきます、チョコバナナタルト、嬉しい、あ、すごい、すごい、かわいい、ただ持ってきただけ、そう、だってどこで売ってるよとか言わないと、美味しいよって言ってください、はい、これチョコバナナタルト、これね、このね、いただきます、周りがこれがいいんだよね、周りのね、このピザマリアンの、ピザマリアンの、そう、キャッチライブ静岡みたいな人、前もね、出てくる。そうそう、もうちょっと上、もうちょっと上。いいの？あ、だって隠れちゃうよ。うん、大丈夫。隠れても大丈夫。チョコバナナ、本当だ。うん。あんこじゃない。おいしい。本番中に食べる。はい。おいしい。2月1日まで、2月1日までなので。2月1日過ぎちゃった。2月28日までなので。2月いっぱいの限定。チョコバナナ。3月からは桜たい焼きになります。うーん、あれ2月はバレンタインだからやっぱりチョコとかなんですね。いや、先にちょっと一歩先にもらっちゃったっけ。3月ホワイトデー返していかないと。やったー。おいしい。なるほどね。おいしいですね。あ、そうそうそう、この辺だとずっと映ってるみたい。扱いが雑じゃない。大丈夫。美味しい。てなことで、ね、次がちょっと僕の告知なんですけどね。来週の日曜日の2月の17日ですね。が、第3日曜日が、銀村マルシェ開催されます。で、いつものように第3日曜日、清水の駅前のアーケードの中でやってるんですけどね。今回は、ここ見ていただくように、お菓子巻きします。節分なんで、豆巻きっていうところなんですけども、ここはお菓子巻きをします。で、11時と14時、アーケードのね、一番新清水寄りのところの藤野屋さんっていう、お蕎麦屋さんの2階から、自由か。あ、すいません。のところで、お菓子巻きますんでね。大坪町ってどこでしたっけ？自由か。あのね、大坪町はね、南関西のマクドナルドのところ。あ、わかりました。なんで、小学生とか幼稚園生とかが、こう対象なんで、ぜひ、来ていただければなと思います。で、ブースはね、飲食ブースは、わかります、わかります。豚肉料理。はいはい、それからワゴンセールとか、コスプレパフォーマンスとかもやってるんですけど、プラスアルファね、今回は、コーヒー屋さんがすごいたくさん出るんで、7軒、8軒ぐらい出るかな、が JR の、清水駅寄りのところで、清水清市っていうのをやってるんですけど、そこはコーヒーイベントみたいなのをやってるんで、ぜひ、寄っていただければなと思います。で、今回の、これが、市のスタンプラリーなんかも込みでやってるんで、この前ね、3日に、鍋祭り来てくださった方は、鍋祭りと、この銀ブラマルシェとか、いろんなマルシェを回っていただくと、こうスタンプラリーができるね、やつ、市でもやってますし、銀ブラマルシェの会場でも多分配ると思いますんで、ぜひ遊びに来ていただければなと思いますんで、よろしくお願いしますって、3人とも聞いてなかったでしょ絶対に。本当に。ね。ぜひ銀ブラマルシェも遊びに来てください。はい、こういうのを、宣伝するというか、出るチャンス。あ、でね、ロブソンがやっと9周年になった、9年目になったんです。いやー、長かった。長かったより短かったですけど、2010年の12月にオープンしたんでね、あれなんですけど、で、今、2月は、ちょっと1月はお休みとかがいろいろあったんで、できなかったんですけど、2月中は、8周年の記念ガシャポンをやってます。で、単品っていうか、アラカルトの方とコースの方、いろいろあるんで、皆さんにビッグなチャンスありますんで、ぜひこれ、スタッフと一緒に盛り上がってもらって、こう、ガチャガチャ回してもらって、その中でこう、周年賞、店長賞、ロブソン賞、名人賞、相川賞っていうのがありますからね。
何が出るかはお楽しみですけれども、外れなしですから、ぜひぜひ、来ていただければと思いますし、今金曜日のこの時間だから、お店めちゃくちゃ忙しいと思いますけどね、これやってる最中なんで、ぜひね、これ、やっぱり、8年間いろんなお客さんに支えてもらったのもそうですし、こう、お客さんとね、スタッフとが一緒に作り上げたお店なんで、やっぱりこういう、こう、イベントっていうかね、こういうガチャガチャとか、こういう、こうなんか、内容で一緒にね、また楽しい時間を一緒にお客さんと過ごせればなと思ってますんで、ぜひぜひ遊びに来てくださいということが、さっきのお金のカードにね、こう、つながるっちゅうことなんですな。なるほど、そうなんです。まあ、あとは、ひだまりあんさんのチョコバナナたい焼きですからね。こういうところも、ぜひね、皆さんお買い求めいただければなと思いますので、はい。もう一回最後にせっかくですから、かよこさんとハワイアンタルトの情報出しておきましょうよ。さっきのね、ちょっと、なんですか。あ、もちろん、キャッチラビ静岡みなしたチャンネル登録してくださいね。皆さんね。これ、毎週金曜日やってますからね。はい。マハロさん、手作りハワイアン雑貨マハロ、ヤフーショッピングにて販売中ということで、調べていただければ、あれなのと、Facebook、インスタ、もうやってるから、はい、それでも調べてくださいというか、はい、検索してくださいということなので、はい、ぜひ興味がある方はぜひぜひ検索してください。よろしくお願いします。とハワイアンアロハタロットの、ハワイの神話や生き物たちが美しく描かれた元気の出るタロットですだそうです。でも確かにそう、もうね、老眼だからちっちゃい文字が見えないんですよなんですけど、まあこちらも Facebook、ダイレクトメールでもありますしね、電話もあるんで、こういうのも講座やってますよってことなので、ぜひ皆さんご興味がある方はぜひよろしくお願いします。とひだまりあん、南幹線のねマックのところにある、前ね言ったちょっと小道入らなきゃいけないですけどね、そう、今ナビ設定すれば行ってくれますからね、からね待ってます、2チャンネルしてくれますから、ぜひ皆さん遊びに行ってください。ロブソンも8周年だからね、よろしくお願いします。はい、というわけで今日の、2月8日キャッチライブ静岡以上でございます。来週もぜひご覧になっていただければなと思いますので、よろしくお願いします。それではまた来週。Thank you.